Thank you.
Thank you.
Shoot!
Yeah!
はい、完成いたしましたので、この対戦最後かな、この対戦最後でお願いします。あ、こんばんはーっと、こんばんはーっとです、こんばんはー、本日ですね、2019年の、9月の6日、もうそろそろね夏も終わってと思って涼しくなるかと思ってたんですが、全然ですね、全然まだまだデイトナ式のね暑い夏は続くと言わんばっかりに、
めちゃめちゃ暑いです今日も。今日四季の細道開催しようと思うんですが、今日なんと12人も来てくれています。ありがとうございます。でですね、ですね、配信台開けてくれましたね、ありがとうございます。でですね、組み合わせももう出ております。なので皆さん心の準備が整い次第始めようかと思いますんで、各自ね、自覚を持ってちょっとあれしていただきたいです。ちなみに第1試合が中島さんと京さんです。京さんはまだお金いただいておりませんのでください。はいはい、ありがとうございます。京さんありがとうございます。100円いただきました。で第1試合中島さんと京さんですけど、中島さんと京さん第1試合なんですけど、ワンピーツンピーはじゃんけんで取り合いとなります。お互いに面識あります？大丈夫です？その後ろにいる方、多分キャラを見れば一撃でわかると思うんですけどね。で中島さん試合終わり次第いっちゃいます？早速、はい、始めたいと思います。はい、パチ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 。第1試合 1P 側がですね、中島さんの龍で、2P 側が京さんの剣。お、京さん待望の 2P 側スタートですね。これはどうもこんばんは。中島さんの龍結構ね強いですよ。硬いですよね。あ、京さんはワンチャンを狙っていく。昇竜拳しっかり巨昇竜だった。さあ欲望の前飛びを。そうですね、しっかり昇竜。あそこからごちゃらせるつもりですからね、京さんはね。だから重ねうまいっすね。うん、ちょっとやっぱ波動打たれると押され気味になっちゃいますね、剣がね。ガンガン。ああ、まだいけますよね。これでちょっと行きづらくなって、ゲージ溜まってしまった。しかししっかりガードしている。さあ逆波動打った。あっと波動に引っかかる。真空で削った。さあ、中島さんの龍が勝利。さあすいません、じゃあ2試合目リオンさんですね。リオンさんはいろんなキャラを使えるリオンですけど、
1キャラ目は S 剣。 S 剣ですね、流行りの。さあ S 剣対竜、これはいい勝負ですよね。そうですね、竜が有利なところ真空だけな気がするんですけど、真空貯めないと有利にはなかなか勝てないですね。おっと、うま、飛びがうまかったが勝利が入っていた。ちゃんと強気のハード、ファイヤーハードですね。ファイヤーでだいぶね。おっと真空を飛び越した。これはもう剣はしかないですね。逆に竜側からすれば何をしたらいいのか、ちょっと難しい。迂闊に飛べない。おっとそうか、竜勢でしたね。さあ中島竜が1本取りました。1ドット差ぐらいでしたね。歩き昇竜、打ち方が絶妙。ここは昇竜出さずちゃんと見ている。きっちり踏ましていった後も手を緩めない。ビヨンさんは前を詰めて真空ぴったんこ。ここは真空。さあ中島流2連勝。続いてデレローさん、あ、もっかデレローさん、剣使い探し中なんで、もし剣できる方おられましたら、剣と練習をしたいと。はい、 なぜかは分かりませんが、竜剣はね、まあそんな簡単じゃないですけど、ちょっと竜が有利に、竜ですね。でもし、最近デレローさんの竜もしっかりしてるんで、じゃあ、基本がねしっかりしてるんですよ、デレローさんは。そうですね、博打に行かないんで、まあ上達のスピードは俺は速いと思ってますけど。上から行く。対して中島さんの竜、まあ、中島さんも結構長年やってるプレイヤーなんで、竜はまあ結構使って、そうですね。なんとび昇竜拳投げる。投げる。ああいうタクはね、竜ちゃんと使えてるしじゃないとね、できないんで。そうですね。開幕飛んだ。開幕飛んだ。しっかりファイヤー。ファイヤー。投げ。昇竜拳。さあここは、あ、デレローさん暴れてなんとか抜け出した。しかしかなり体力差があるぞ。飛び小林ガード、奇跡。さあ見てよ。おっと中央数、あー真空打ってしまった。さあ中島竜勝利、3連勝。続いてミッチーさん、やりますね。あ、ここはちょっと強キャラで押してほしいが、なんとミッチーさんは竜なのか。ミッチーさんも竜だった。同キャラが続く、同義戦が続く。今度は逆に飛ばれた。あ、こういうこともありますね。画面端、これはゲロ規制。さあしかし飛びで立って、あっ安い、まあ、なんとかカバー。真空削り切り。さあミッチーさん取りましたね。さあ第5スから投げ、真髄投げですからね。幽霊を真髄投げですか。あれ結構やる方も勇気いるんですよね。出して大足、さあ差し合い、差し合い、だいぶ今足払い戦が熱かったっすね。大昇竜でしっかり対空、しっかり強昇竜出てますね。中島さんさすがといったところ。ここは足払いの間合いを取りって角の前にしていく。中ボス、また投げる。
両者溜まったぞ。さあどこで打つんだ。中島龍待っている。昇竜拳きっちり今あれですね、波動のゲージを、あ、真空のゲージをね見せつけていきましたね。さあ続いて川島さん、さあ開幕走ったがファイヤー咎められた。おっとしっかり昇竜で落としていく。真空はダブルアリで抜けた。上からとアントリ失敗。さあダイエットから当てて投げていった。昇竜も見送ってスクリュー、王道の攻めですね。ザンギとして王道。さあ強昇竜、おっと竜巻の着地にグラパーが重なって、うわっと画面端、これは厳しいがちょっと離れたか。あーっと当たってしまった。さあ中島龍4連勝かな、1、2、あ、じゃあ5連勝、4連勝ですね、4です。いや中島さん自身が入ってますから、それ。さあ入っていくのが土方龍。土方さんもね最近メキメキとね流力が上がってますと。ちょっとねただもうちょいやればってところではある。なるべく、おっとおっと永田式的な、これはちょっと難しいところ、間合いが難しいところ、近づくと投げられる、離れると波動が無力化する。おっと弾きバニシングだったが、一塁ガードお釣りを入れたところだった。うまいファイヤー波動、あっピヨっている。さあ見せ場が来たぞ。危ない危ない、ダブラリが引っかかる。さあガードして立て直した。どうするどうする、あーダイエットスクリュー、これは一本取られた感じ。さあカーシムザンギ勝利で、can't believe he got away with that. Sunkai!
the third one is the charm. Oh, 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 oh. Chances here. He's the kick. Round three, fight! Now he can often come down to extend mid kick or use crouching mid punch. A whole lot of stuff in between. Oh boy. I think it's it. Alright. さあ、山本激震。さあ、続いて入っていくのは、エクスパリュー。さあ、ザンギ戦にはね、定評があります。エクスパリュー。さあ、しかしちょっと良くないぞ。画面端、これエクスパさんのスタイルではあるんですけどね、自ら画面端行くという。しかしザンギ相手には厳しいぞ。さあ当たっている。ダブラリの先っぽが、さあ気を取り直して次のラウンドはあるのか。おっと飛んでいった。あんまり龍ザンギでね、龍から飛ぶってあんま見ないですからね。おっと竜巻で裏回りから昇龍、やらしいやつだ。飛んでいく。さあしかし時間がちょっと距離を詰めれないまま終わった。さあ最終ラウンド、おっと昇龍出ている。さあダブラリカラーのまた昇龍が出ている。さあ謎のエクスパームーブが真空が惜しげもなく削りに使っていく。そうですね、タッチシューパン意外といいですよね。おっ、青サイチョップで落としたが、体力差は結構あるが、どうする？ザンギならあるぞ、一発が。あーっと、これは攻め込まれてしまった。あれ、多分、昇龍出せないですよね。かわしむザンギが勝利で、続いて白、白フェロン。白フェロンはザンギ戦やったことあるのかな。ひよってしまう。8ダブルジャーマン。さあ中パンチか。
怪しい技がだいぶ出てるぞ。しかしダブラリを強引に当てていった。上からあーっと全部つながっている。川島ザギ勝利。やはりさあ続いて、おここで男、今週デビューしたばかり男バイソンが入っていった。しかしさすがのバイソンもちょっとザンギ戦は実は苦手。しかしうまいぞ、ダイヤシトーキックをうまいこと重ねている感じがする。ロイボーうまいことヤルオで、さあこれガードは耐えれなかった。耐え切ったらスクリュー角。さあ暗いスクリュー、ちょっとニョイボーがダブラリに今噛み合ってる感じだが修正できるか。さあ上から行ってしまった。画面端、さあ最終ラウンド、なんだ何が起きたんだ。止まれているがヘッドゴチゴチ。まだあるがどうする。アオサイチョップ、アオサイチョップで落としていく。カワシムザンギ勝利。続けおお、あるぞこれ、あるぞ、セロテープガイル。どうもういいのかよくわからないが、あっときっちりきっちりいかれてしまう。自分もザンギだったらやってた行動。おっとダイエット飛ぶなよはおかしい、飛ぶなよはおかしいこのガイル怪しいぞ。ナイスザンギ側から応援の言葉がナイスな3段、これはウネガイルレクチャーが効いた。あとサマーチャンスを逃した。終わったか終わったかさあ川島さんに勝利。2周目入りますね。2周目、あ、ちょっと待ってくださいね、コインが。ラウンド1、ファイはい、2周目ですね。京さんの剣、京さん結構残技戦やってると思うんですよね。なんせ元ラスベガス勢ですからね。なんだ今の対空は、変な足技からなんと昇竜は吸わせない。
しゃがみ中足だけだった。しゃがみ中足だけで殺しに行く。ちょっと遅らせ気味からの伏龍。おっと今度はぴったんこ昇竜拳にフライングパワーボングが刺さる。間合いを詰めて弾いていった。回してる、弾かない男、弾けない男、弾きではないみたいで、なんか怪しい、怪しい竜巻をねじ込んでいった。強酸っぽい動き。危ない。裏パワーなんだ、削った。だいぶガクガクしていた。だいぶ劣化の動きが。さあ続いてディオンさん、ディオンさんちょっとこれは不利なのか。2キャラ目はベガベ、ね、海外ではねバイソン将軍ですから。あっとミスミス 2P を渡してしまったぞ。さあ最高を引く。おっダブル2で刺していった。今の2はうまい。しかし昇竜拳、あっとやってしまった。中段を駆使していく男。しっかりタッチガードしている。さすがディオンさん。ダブル2だが間に合わなかった。投げだった。行ったかと思われるところ昇竜拳、おお重なってなかった。さあ京さんの拳が勝利で、続いてデレロさん、ちょっと京さんの剣型にはまらないところがあるんでね、難しいところ。投げていく。さあしっかり勝利剣、動いてはダメだよファイヤーが。あっと昇竜が後ろへ出ている。さあ大変だ。いやー、あの昇竜をガードされてしまうと痛い。ちょっと昇竜のタイミングが悪かったか。さあしっかり見ているデレロー流、投げに行く。うまい今のは。試合でファイヤー波動きっちり大昇竜だ。そうですね、足の差し合いかと思わしときながらファイヤー波動はちょっとね。あーっとやってしまった。ドラゴンダンスに引っかかった。
やっと昇竜拳で取られてしまう。これは氷かごだ。真空がないのか。厳しい。レッパで削りに来た。さあ、ミッチーさんですね。ミッチーさん、バイソン。投げていく。しょっぱな波動ジャンプからも投げていく。おっと、しゃがみ中盤しか置かない男が発生した。しかしクレイジーが入る。マジか今。手先に醤油を当てさせる。やらしい動きだ。さあ、ごちゃらしに来たぞ。しても投げる。ヘッドで抜けたところ投げた。剣にしかできないですね、あの技ね。さあ、続いて中島さん。中島さんのメインキャラ帰る。メインキャラ同士お釣りを入れていく。さあ、ちょっとさすがの京さんもまずい感じがしてきた。これはさすがにガイル戦はちょっと厳しいか。さあ、ごちゃらしに行って、さあ、好き放題ジャスマッチで飛び回って、得意な位置をキープ。踏ませる。ひよったなのに最後レッパーまで持ってった。なんでもよかった気がするわ。さあ、さあ、打ち合い。右に動いたのは今日の剣だ。こうなるとアドバンテージ取られてる。サイドは攻めざるを得ないのか。的確。お釣りが面白いように吐く。お釣りなりよ。攻撃に対しての対空は恐ろしく正確。しかし、なんとか引っ掛けた。長い中足、今投げに行った気がする。さあ、中島帰り勝利で入っていくのは路肩さんの竜。この辺あれですね、さっき川島ガンニに一網打尽にされたので順番が変わってない。中田さんの理由はちょっとあれか、外部戦をまだやるには理解しきってないところもあると思われる。まあ、理解してるからといって勝つとは限らないが、今の踏み込みだしいいっすね。
っかりしてる。あーっと勝負チャンス。投げられる。さあ中島返り勝利。さあマイク変わりました、川島です。さあ山本さんが出番なので、チュンリー対して中島ガイル。チュンリーガイルはね、いいカードの一つだと思いますけど、まあちょっとチュンリー有利ですね。 7-3 まではつかないと思いますが、まあ、6-4 は硬いです。なんでチュンリーガイルは最初になるかというと、先月がね、まず最も全体ヒットというのが珍しい。ほとんど勝ち当たりとかしてますね。バスリック、これはかなり近くてで、ちょっと受けると、ね、あの中足に対してはゲンなんですが、ゲンに対しては逆にちょっと離れて下がっていこうかな。ジャンケンです。さあ裏ケンちょっと伸ばしたな。さあなんと見つけ、さあめくりが見づらい。これも一つ要因です。さあ中島チュンリー先手を使ってしまう。これ中島ガイル一枚上手でしたね。さあ中島ガイル3勝目。さあ次ハッカー、あ、ごめんなさい、エクスパーさんだ。次はエクスパーさんの、おそらく2体目のリュウでしょう。はい、さあリュウガイル、さあ千年カード。そうですね、いや100年じゃなかったでしょ。千年は言い過ぎな。エクスパーリュウガイル戦、あ、入った。さあガイル戦かなり、ね、やってると思いますが、昔はやっぱね、上手いですからね、エクスパーさん。あー、そうですね、それも要因の一つ。そうですね、大丈夫ですか、これ大丈夫ですか。さあ、シンクが助かって、いかにそれを中島さんがいなすかですよね、やっぱ。まあ、中島さんはね、結構強豪のガイルの一人なんで、さあ、崩すのはなかなか難しいと思いますが。さあ、ビクビクして、中足が刺さる。カラキャン昇竜とかだったらかっこいいんですけどね、今ね。カラキャン昇竜か。ミスティさんがね、結構やりますね。そう。いや、色を見て喋ってるだけ。最近ね、オレンジ色を使う人多いんですよね。誰だか分かんないんですよね。あ、はい、僕もたまに使いますよ。瀬尾くんもね、オレンジ色の理由使うんです。何だと思ってたらね、すげえなこの竜、誰だって背負ってないし。おお、中が一。さあ真空もしっかり見てるよ。さあここは竜巻投げ、ああいう思い切った行動がね、エクスパーさんのいいところです。そうですね、真空ゲージがないから、そろそろこれは時間。お、投げ、どう減った。さすがにあれは知らない。さあ中島さん油断して受け身を入れてなかった、入れてたの。いや0秒でした。0秒か、0秒で投げたんで受け身が多分無効なんです。ない。さあ中島エル4勝目ね。ラウン1ファイト。さあ中島エルに変えていくのはハッキーカミ。さあキャミがいる。これも難しいカードの一つ。キャミーは攻撃的ですからね。キャミーはそれぐらいやらないとね、きついカードばっかりなんで。なんかさせてくれないんですよ、このカードもね。かなりきついと思いますよ、キャミーは。しっかり足元攻めていくか、上から TBS を狙うか、クーリングが1回入るか、ストーリーが1回当たるかしないとチャンスはない。ああ、いや、させてない。さあ、垂直ジャンク、はい、これ
近づけない。さあ、ユージ。さすが、体力は返りリード。やはり様、待っていた。さあ、中島がいる勝利で、続いて。お、うねさん。UNE、うねですね。UNE。同キャラを選ぶ。まあまあ、最初から選んでるんですよ。だからこれは五分ですね。これは五分ですね。しかし黒馬だ。黒馬で。遅いから。黒馬でソニック。遅いじゃん。最近の研究で。いや多分三分。三分ぐらい遅い。なるほど。リュウステールとかもそうですね。ちょっとタイミングが外される感じか。は新発のコスベルンが気をつけてください。そうですね、変でした。さあ体力は中島ガイドの方がリードしている。気がする。3番じゃないんです。2倍ぐらいある。さあポイントの数を数えて頑張ってもらいたい。シビレを切らしたウネ君がサマーを放してきた。やはり若いから、エクスパーさんが俺がシンクスグーって言ったら、なんか一生懸命携帯スマホで一生懸命調べて俺に見せてきたのが早漏でした。なるほど、素晴らしい日本語ですね。すごいぴったりですね。シンク止まったらすぐソーロしかしそのカウントは若干お願いするのかな。いいですね、押しますね。さあ、しっかり、あ、1位さあ、ワンピースでわからない。しかし、時間も、もうちょいある。なくはないぞ、こっちもなくはないぞ、これ。あー、止まった止まった止まった。あ、これでおー、なんとか落としたバックスバットで相打ち、ギリギリでしたが勝ちましたね。はい、あいつすげえ迷うところだと思うんですけどね。キリを落としていく。ソニック押してるのはウネ。ソニックが速いぞ、これちょっとウネが速いかな。早いのに、果たしても5の線を取られている。選択が間違っている。いやー、そこはもう押したボタンのじゃんけんなんでね。なんと3は止まっている。さあ、体力を奪われてしまうと厳しい。だいぶ体力差がついてしまったぞ。ワンチャン狙うしかないですね。裏剣裏剣、しかし自分の体力を削って、ここは狙いに行って、あ引っかかっている。当たらないように見えたんですけどね。難しいな、今の。さあ、中島がいる勝利の。スロ様の出番です。さあ、2キャラ目は何でしょうか。1キャラ目は3人。さあ、プロレスラー、ザンキュー F。セロテープ逆転です。さあ、ガイルダンディはゲロキツです。チュンリーと同じぐらいきついかもしれない。まあね、強いガイルになるとね、近寄れないんですよね、ダンディ。そうですよね。やっと触ったと思ったら触って相打ちですか。近寄ってなんぼですか。アナソニックをバニシングで4分でバニシングが出ない。バニシングが出ない。いつも恐ろしいほど出るのに飛び出してしまうバニシングが今日は全然出てくれない。さあ、もう飛ぶしかねえの。さあ、ワンチャン、ちょっと高いわ。噛みついて直接噛んだ。さあ、ダロン、あちょっと寄せましたかな、今な。怖かったっすね。いや、ただ単にタイミングですね。早かった。早かったのか。さあ、きっちり落とされる。れさあ、最後のプレイヤー
は川島さん。川島さんもうあれですよね。あったもセロザンギ。ファンシングが出るか出ないかの話になった。しかし近づけない。しかないぞ中足が。さあラウンド2だが実質これそのまま決勝戦な気がするぞ。さあだいぶ厳しい。全く近づけていない。中島ガイルが7勝あと1回ですね。ミチさんキャラエントリーしたどちらが好きな方でガイルに対してはバイソンを選ぶ。これどうやらガイルがうまいと全くバイソンも触れないという。尿意棒が決まっている。さあ上から。尿意棒はもうだいぶ信頼してますね。中島ガイルの通常技で落とすのがだいぶ信頼度が高い。踏ませていく上から。タイミングをずらしているのか。大体正解。さあゴジゴジいったあるか表からサーマー。バイソンガイルもめくれないのかな。さあ長が一で落としてって再び長が一。さあ中島ガイルが8連勝。お風呂場でいいんですか。お風呂場ステージ大丈夫。お風呂場じゃない方がいいというリクエストはありますがどうします。一発勝負でリセットかけます。ただ何が出るかクレジットも多分ないと思うんで。さあ一旦リセットをかけてステージチェンジなるかどうか。一発勝負変わるといいな。変わるといいなで残儀ステージ大して変わらないんじゃないか。やりにくさはおっとがね、落としやすいんですよね、遅いと。いったか？あれ？いった。
体で起こす場合はまさにそうですよね。ターボスピード遅い方が選択肢がちゃんと対応できると。おっと着地スクリュー、今スクリュー行ったのか、さあストレート、バーンストレート、ハンナックルってやつですよね。さあ開幕足場が見えている。ページチェンジした回があるのか、どうなんだ。1ラウンド目はステージチェンジした回があったような気がするが、さあきっちり落とされていく。いや中島加流、さあ決勝なんで三崎ですと、紹介遅れました。ワンピー側が川島ザンギ、ツーピー側が中島ガイルです。もう1試合終わってしまいまして、中島さんのガイルが取っております。おっとステージエン、ステージエン、みんな大好きキャミーステージ。さあのリーグなんですよね、ターボ3固定は。山本も知らなかったです。さあ2回飛んでいく。さあ走ったが飛ばない。試合がだいぶ単調になっているのではないか。しかし2人は頑張っている。さあ2試合、いや2ラウンド目ですね、失礼しました。このガイル残機でいい勝負になっているというのがちょっと面白いところですが、結構なキャラ性の差があると思われるが、おっと増していく。走るのはバレてるみたいだぞ。うっそ、上り中が一、今のよく反応しましたね。たまたま、たまたまと言っているが、さあ2試合一転して、最後はオーサイザンギュー、演技悪い。そんなことない、そんなことないぞ。世界の青菜走ってた。そうね、ハーレー盗まれちゃう、伝説の。さあスターいったかいってないな、まだ残ってしまった。今のは殺したかったところ。1ラウンド目を取ってリーチをかけた中島がいる。負けたのは青菜。さあスクリュー、いないとむちゃくちゃ言われてしまう。あっとスクリュー、スクリュー、おっ勝った、外野手吸い直した。ラウンドプレーいく、吸い直し。さあ3ラウンド目、ここで巻き返したいところ。スヒト危ない、日和一臭い。
ぴよってしまった、ここまでだった、中島ガイル優勝。いやー、しかし接戦でしたね。カワシムザンギも相当粘りましたよね。いやいや、おめでとうございます、おめでとうございます。久々に来ていただいたね、中島さん、おめでとうございます。一言お願いします。暑いです、暑いです。お、ありがとうございます。ガイルで活躍できて嬉しかったです。非常にいいコメントです、ありがとうございますね。メインキャラで活躍できるとやっぱね嬉しいです。今日ガシムさんメインキャラ使ってないですからね、そもそもね。よく考えてみたら、はい。というわけで、今日の第134回式の細道はですね、中島ガイルさん優勝ということで、おめでとうございます、ありがとうございます。さあ、ということで配信はまだいけます、あと10分ぐらい。そうです ね、じゃあ、の試合をぼちぼちという感じでやっていく感じですね、はい。なんかありましたっけ。はい、特にないみたいなんでね、皆さん、じゃあ今日は特技はなしと、得なしということで、じゃあ、ぼちぼちこんなところでマイクは私山本でした、ありがとうございます。